さん、ね、お1月の半ばまでお正月セールができるっていうのは、まあ、マーケットがですねお正月気分がどれほどまで引きずっていることかっていう現実をうまく捉えていると思いますそうなんですよいまだにお正月気分の方っているんですよ、まあ、1月10日ぐらいかなとかね 成人式が終わったあたりからエンジンかけようかなみたいに思ってるんですよね。大体そういう人って1月が終わるまで正月気分で、いや、もっと言ったら12月が終わるまで正月気分なんですよ。なんかあっという間に、あれエブリルフル、あれお盆あ、なんか寝ますみたいな。時間って早いよね。みたいなこと言ってて、いや、お前が遅いんだよ。みたいな。お前が終わってんだよ。みたいなね、感じですけども。いや、さすがだと思います。あ、ヒカキンさんもね、すごいですね。で、私のね、即果塾っていうのはね、今年また面白くって、というのがね、リスタートっていうんですか。あの、年が改めましたんで、 久しぶりに連絡させてもらってました。久保さんってまだ動画更新してるってす,、ね、すごいですね。うん、とかね。あと、3年前に入塾した何々ですとかね。5年前の塾生何々ですとかね。いやいや、今でも塾生だから連絡いただいて嬉しいですよ、みたいな感じですぐに、あのー、最初にお問い合わせいただきと同じように、あのー、返信動画を撮るわけですよね。こんにちは、お久しぶりです。も、あっという間ですよね、みたいな。この間に頑張った人でこういう結果が出てますよ。何々さんも今日入塾だと思って、 連絡してくださったんだよ、ね、そういうような気持ちで今年何かの取り組みやっていきましょう。私は全然応援しますよって。ジョイントをボンボンやって売り上げ作りましょう。私とジョイントすると必ず売り上げ作れるんですよ。まあそういう実績がこの10年ありますんで、いかがでしょうかって言ったらやっぱね、どんどんジョイントさせてくださいみたいな感じで。そっか塾ってのは結局、集客 商品作り、販売。この三つで勝負してるんですけども、まあ、集客っていうのは、まあ、私のプラットフォームで露出するっていうのが一番単純ですよね。まあ、それをやりましょうって言ったら、やりたいですね。でね。商品ってありますって言ったら、商品特にないんです。じゃあ、一緒に見つけて作りましょうってから、一緒に作るわけですから、まあ、商品作りも、オッケー、OK、ですよね。それから販売っていうのは、まあ、ズームの対談とかすると、それが販売式になりますんで、販売までにきちんと無料コンテンツをどんどん作っていくことと、私が何気なくね、何々さんという方がいるんですよって紹介して、まあ、その人を有名にしていくんで、 私のプラットフォームが温まった時にあなたは登場してくださいみたいなねストーリー弾けるということでまあこれがテンプレですね。でこれをいつでもできるような状態にしてるのとやっぱね年が変わった時って新しいこと始めたいしなんかこう忘れてたらねなんか夢にもう一回トライしてみたいってそういう気持ちの変化があるんですよね。でそういった気持ちのの変化のところに 提案ととと、かか商品とかドーンってやるまあこれはね12月年末でも同じなんですけどね来年からこれしましょうみたいな場合によっては10月ぐらいから来年のことを考えて今のうちに準備しましょうとか言ったら10月ぐらいからあの翌年の商品って売れるんですよねでも買った人ってのは翌年になったらもう忘れてるんですよでつまり別の商品買ったりとか別の方情報を取ってるんですよね一体何をやってるんだって感じですけどもまあ、商売っていうのはもう終わりがないかなと、うん、なんかねよくある例なんですけども 私が訪問販売してる時にねまあいろんな人が来てもう一回もあの話を聞いてあのー、オーダーを出したことないらしいんですよでもいやもうあんたが来た時にねもう契約しようと思ったんだっつか仕事くれたんですけども結局何人来ても訪問をピタッと断るんじゃなくって話を一通り聞いてそれから吟味,吟味して吟味して吟味して断り続けた結果一番いいところと契約しようっていう気持ちはずっと残ってるんですよねだから100回断ったからこそいいのが来たら契約しようっていうふうに吟味をしてるっていうふうに思うわけなんですよ で、そこに私が来てたまたま気があったりとかタイミングがあったりすると、いや、私はね、他の人はみんな断ってきたんだけど、あんたなら大丈夫だっていうふうに言ってくれるんですよ。もう、それはありがたいことだし、本当にそうだと思うんですけども、でも、多分、前に来た営業マンも同じような気持ちだったと思いますし、誰一人騙そうと思って来てるわけじゃなくって、ただちょっとタイミング合わなかったりとかね、うなんかいろいろあったんだろうなと思いますよね。うんまあ、とにかく、こうやってアプローチを忘れないこと、し続けることによって、新しい道は開けてくるのかなというふうに思いますね。じゃあ、いってらっしゃい。